義母先生2アンガムアンガタガスリートーティー義母先生でございます。はい、メブラ節を、演奏動画を出しました。この動画ではそのメブラ節の解説、歌詞の解説やちょっと、練習する中で注意するポイントなんかを紹介していこうと思っております。早弾きのね、パッカ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 の沖縄の民謡のやり始めの練習曲、導入曲としても結構この曲をおすすめしております。タッタ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 タタンタタンタ。なんかこう耳に馴染むメロディーがこのタンタ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 ンずっと続きますよね。これでこのある程度このイントロ弾けるようになってきたらフルークーって感じで歌に行ってみるといいと思います。まずはこのイントロをね繰り返しタンタ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 を一定の速さで弾けるように練習をしてみてください。さあ、この曲はですね、実は義母レール、モノレールのね、駅名の企画の動画出しましたけど、あれでも登場してますね。気づきました?っていうか、そもそも動画見ました?いいね押しました?チャンネル登録しました?見てください、ちゃんと。やってますんで、毎週。そんなね、義母レールの、おろく駅でこの曲流れてましたね。ダンタ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 、ネクステーション is おろく。という感じで流れてます。おろくという地名から始まる曲なんですね、実は。沖縄の方言なので、おろくとは歌わず、うるくという発音で歌います。うるく、ティミグシク、カチヌハナミムラ。おろく、トミグスク、柿の花というね、3つの村が出てきました。この曲は三村節、三村踊りというぐらいですから、いろんなそのね、3つの地名が登場します。その1番の歌詞はおろくですけども、その泊まりとかも出てきますし、魚のね、糸満の歌詞なんかも、登場することがあります。魚どころの有名な3つの村を、歌ったり、首里に行くと、酒どころ、お酒を作るところ盛んなので、その3つの、お酒を作ってる場所なんかが出てきます。なので非常にこう歌も面白いんですけど、歌ってて歌詞なんかを見るとね、非常にこう勉強にもなります。僕も実際この歌を歌ってて、あ、ここの場所ちょっと行ってみようという感じで遊びに行ったりもするぐらい、いろんなね沖縄の地名も出てくるから、そういった楽しみ方もできる曲の一つですね。さあ、ぜひね早弾きの導入曲として練習してほしいんですけども、ある程度リズム慣れてきたらその歌に行ってで歌に行く中でその沖縄のその方言の発音なんかもね注意しながらやってみてください。今週は三村節、三村踊りをフォーカスしてみました。また来週。